フィリップアイランドグランプリサーキットは、オーストラリア・ビクトリア州のウェスタンポート湾の入り口に、浮かぶフィリップ島にあるサーキット。ロードレース世界選手権のオーストラリアグランプリの開催地として知られる。2012年オーストラリア GP 全長448メートル、コース幅13メートル、ホームストレート900メートル。右ターン5つ、左ターン7つ。 合計12個のコーナーレイアウトを持つ。各、ストレートおよびコーナーの名前は、グランドスタンド前から、ガルデストラット、ターン1同伴コーナー、ターン2サザンループ、ベースストレート、ターン6シュベリア、ターン9ルーキハイツ。フィリップ島の南岸に位置しており、1コーナーの向こうには雄大なバス海峡が広がり、カモメが空を舞う、風光明媚なサーキットである。すぐ側が、 海という立地上、風が非常に強い。全体的に中高速コーナーが多く、全長の割にはアベレージスピードが高い。高低差も激しく、難しいコースの一つに挙げられる。パッシングポイントとしてはスタートから右ターンが続いた。あとの最初の左タイトターンである、ターン4、そこでラインをクロスさせて突っ込むターンのあたりが第一。もう一つは、下りの10コーナーで、 突っ込み勝負を仕掛けるパターン。長い左旋回の最終コーナーからフィニッシュラインまでが長いので、うまくスリップストリームに入れれば最後の最後で大逆転することも可能。2000年最終戦では GP250cc クラスの中野マヤがトップチェッカー目前でオリビエジャックに抜かれ、ジャックが逆転チャンピオン獲得というドラマが起きた。電子制御の発達前は、 最終コーナーでリアタイヤから白煙が上がるほどの派手なドリフト走行が見られたが現在ではトラクションコントロールが効くギリギリを狙い立ち上がりのスピードを稼ぐ乗り方が主流となっている。ありがとうございます。